51回目、はい、リプテンです。アロコさんです。ミッキーです。はい、ということでね、今のリズムゲームは何だい？今のリズムゲームは何だい？TLG 式リズム天国だね。ちょっと新しい。ミキは残念。残念。ビットだ。最後だからちょっと違う言うじゃん。ミキです。これさ、ミキです。とね、まあココナッツサブレだけどね。じゃあ食べて。はい。だということで今回はね、はい、TLG 51回目でございます。はい。コメントの方は解散。解散。まあ、今日は解散しましたね。前回ね。ということで今回はですね、はい、ヤクロにいたら福袋があったんですよ。そう、これ写真撮っとこう。そっちの方が画質でしょ。まあ福袋っつってもね、もうなんかあったねっつって、ミキがじゃあ俺買うよということで、これ1080円ぐらいだよね。そうそうそう、だから多分10個だね、じゃないかな。約なんか100円のものが10個袋詰めされてるんじゃないかと、うん、で買った帳本にあるミキが開けて1個ずつ紹介して、はい、ね、早速やっちゃおう。よかったですか。早速やっちゃおう。ミキも見ないようにさ、こう手突っ込んでください。始まる。でも手突っ込むとき怖いな。じゃあまず一番刃物があったら怖いね。そう、ででん。お一口揚げこまる。揚げこまる。これなんつうんだっけ、本当は。本当はまあ呼び方がいろいろあるからね。歌舞伎揚げじゃなくて。歌舞伎揚げか。歌舞伎揚げ。取らなくてもいいのかな。いや、と口で言うからいいの。一口歌舞伎や。分かんなかった方ね。これ108円でございます。108円ですね。うん、で次行きますよ。だってフリーズのものはないだろ。あ、ミキやったじゃん。ピーナッツブロックチョコレート。アメリカ産ピーナッツ塩。いいじゃん。純チョコレート72%。なんかね、リプテンたちが喜びそうなものが1個見つけたの。ミキが好きそうなチョコでした。はい、じゃあ次行きますよ。次は何だか、そうだ、ドン。木の種の種、木のつまみ。いや、俺好きじゃね。嘘、俺好きだわ。これじゃないね。ピーナッツ入りかちょ、よかったね、でもこれ、うん、これ酒の飲みですから、ちょうど6袋入り。お菓子なんだかね、お菓子が多いね。そうだね。まあでもこれは嬉しいんじゃないかな。おお、あのね、ここね、絶対ローソンのマークが入ってるから、ね、百郎のマーク、百郎というか、それはね、ポテトチップスの後だ。これはでも嬉しいでしょ。これ後で全部並べてる、ね、これてっきりね、チップスターかと思った。てか結局あれなんだな。え、でもこの大きさのチップスター置いてないんだよ。あ、そっかそっか。これ福袋って言うけどさ、うん、まあローソンだからこそローソンのなんだろうね、うん、ローソン100円のだから1080円以上のものはないだろうね、これは。まあ限界以上のものを入れられないだろうね。ないと思うよ。個人営業じゃねえしな。そこは仕方なしよ。うん、でもこういう福袋初めてだな。面白い。福袋って割と俺初めてかもしれない、うん、じゃあ次行きますよ。はい、ドドン。お菓子、あ、プレーミー。美味しいやつだ。じゃあこれミキが好きなやつ、ね、俺好きなやつだね。ミキが毎回買ってくるんだ。これ食べるとき俺絶対牛乳飲みたくなる。あのね、それはすごくわかる。あ、今ね、あ、なんだこれ、なんかよくわかんないものが。ちょっとこれちょっと気になるわ。いきますよ。はい、ドン。あ、おお、これは嬉しい。ホールトマト完熟。いや、いいね。あの料理、ね、いや、これ料理使うからいい、うん、トマト缶ですね。めっちゃいいね。8月までね。ああ、今年まで。これさ、絶対さ、賞味期限見てねえな、そういえば。残飯、いや、11月の30、これ今年までだ、これ。あ、そんなもん。来年3月。あ、ビスケットはね、結構簡単だからね。こいつ8月の20日、今月、今年の、うん、あ、まあね。あ、でもこれ嬉しいな、これ使うわ。これはハコさんが、うん、ホールトマトは嬉しい。ちょっとこれ使ってなんか料理してさ、うん、よかったらまた買ってくればいいしね。じゃあ次どんどん行きますよ。期待のない福袋だよな、もう。ダドン。お、あ、ウェットティッシュが出てきた。あ、まあでもさ、これいいんじゃない。まあ普段買わないからこそ、ね、リプテン。あ、俺ここに置いていい。なんてこれテーブル拭きとかね。テーブル身の回りのもの拭き取りにか、うん、いいね。まあでもいいいい、まあ、パンってやるとお前買っちゃう。そう、なんかいいやつ。なんかね、これおお、あ、醤油入ってた。醤油、これはお母さん。頑張れ。扉が開かない。扉が反抗期です。開いたよ。醤油、醤油、ホールトマトも。しかもまだまだ残ってますな。いや、もういろよ、こっちに。なんか母登場。すごいね。今年の9月まで使い切れるね。全然大丈夫。使い切れるかな。できる、できる、できる、うん、これも8月。やった、これ使う。これすごくいい。これさ、今のとこさ、普段買いそうなものが結構入ってる。そうだね、これだけじゃね、買わないの、うん、ウェットティッシュ。いや、ここはまず俺買うしね。ここ俺買うから、うん、でしょ。そう、期待はないけど出たらテンション上がる。ええ、醤油じゃん。すごいね。醤油とさ、トマトはでかい。まだでかいね。まだあります。じゃあ次行きます。巻き上げ、うん、欲しいもの。ででん。おお、あっ、ツナが出た。やったね。あ、これはあっちかと思ったんだよ。
いいね、サバかと思ったね。サバかと思ったらもしくは焼き鳥かなんかだなと思った。この厚さ的にやったじゃん、一番やったじゃん。ミキ、次ラスト。あとね、あとね、1,2,3ラストじゃないってことはこれ1000円超えてるよ。超えてるね。まだあります。9個だ。本当だ。何かわかんないものがまだ5個3つ入ってる。まあまあまだ落ち着こう、うん、もしかしたら10円とかのやつだろう。あー、ガム的に、ね、多分ね、俺これは当たりだと思ってる。マヨネーズ、いいじゃん。マヨネーズ、あ、マヨネーズか。俺てっきりタルタルかなんかかと思った。タルタルね、もうちょいちっちゃいのしかないんだよ。12月の31日って言ってるんだよ。あ、まあまあ、まあ、俺マヨネーズ最近好きでさ、マヨネーズをね、ソースとかにやっぱ入れて使ったりもするから、これ嬉しいね。え、これ、これ今んとこいいね。え、だって待って、今何個 ?1,2,3,4,5,6,7,8 西野と、だこれでいわゆる1080円だから。1080円。あ、なんだ、福袋倍に入ってんじゃん。なかなか入ってる。なかなか。全然買ってよかった気がする。だってまずほら、これもうお母さんと、もう醤油、ハコさん喜ぶ。これハコさん喜ぶでしょ。今のところマヨネーズもめちゃくちゃ。なんとか1080円でもうすでに勝ち組みたいな。うん。次行きます。割とみんなが嬉しい特盛り。いいね。特盛り。いざとなった時にいい特盛りのご飯。これも108円だからね。そうだね。しかも特盛りで。うん。しかも300g。やったね。結構な量入ってるからね。いいね。これありがたい。これうちらが使ってるお皿に入れるとちょうどいいぐらいの量だから。そうだね。そう。300。次最後。最後ですか。最後がよくわからない触った感覚だと。じゃあ行きます。はい。ドン。あ、チョコだ。ミルクチョコ。最後にチョコ。これだってミキじゃん。ミキだね。好き好き。あって俺ビターなんだけどね。まあいいよ、まあ、ミルクも食べてる。っていうことはだよ、はい、簡単に考えて1300円ぐらい。1個ずつ何個あるか数えて、1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12個 12×108、 まあ1300円近いですよ。ぐらい、うん、お得だね。お得だね。でしたね。多分普段買わないものも入ってるけど、うん、入ってるのは多分一緒なんだろうね。何個も福袋あったけど、チラッと見た時にこいつは見えたから、特盛り別のやつ。俺見えたのはあのかかあつね、歌舞伎揚げね。歌舞伎揚げ。でも本当に普段買うのはこの醤油。醤油。醤油。でミキが買うビスケット。でこのツナ。ツナ。あとマヨネーズ。マヨネーズ。ホールトマト。ホールトマトもそうだし。料理使うからね。このチョコレート関係もそうだし、これもいざとなった時に前からね、なんかたまに買ってたりするしね。このご飯ね。こういうホールトマトでそのまんまカレー作れるからね。そう、水を使わないトマトカレーとかね。そう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 。これとかさ、普段買わないけどさ、このウェットティッシュでもあったら便利じゃん。うん、そうだね。つけ拭く時毎回さ、うん、あとはテーブルキッチンの周りさえ拭き取りをご使用ください。これ当たりだね。当たりってことでいいね。これ大満足でございますよ、うん、ね、福袋終了。そう、じゃあ、はい、分けるか。なんかなんかミキが買ったやつなんですよ。ミキ自分が欲しいのはもらってきないです。それだけ？柿の種がどうするかだよね。これお母さんに渡して。でも6袋入ってるからあれじゃない？うん、分けで。これもね、後で分けようか。あとこれだね。こっちは俺とお母さんだから。使うんだけど。これは保存。保存ね。いや、ほら食えよ。お母さん食えよ。俺一つもいらない。お前これだよ。俺これが欲しい。ウェットティッシュが欲しい。これはいいのか？それはいらん。俺最近おかしくはなくなったから。あ、そうか。ウェットティッシュが欲しい。なるほど、ね、さあ、ということで、はい、ミキありがとう。1080円も払ってもらって、こんな得することがあると思わなかったよ。ちょっと面白かったね。面白かったね。うん、これお得でした。まさか。ちょっとね、俺一番ね嬉しかったのは醤油だね。醤油。醤油。醤油。しかもさ、今聞いてる人で、ね、ちっちゃいのじゃないのよ。そう、大きいやつ。1000でしょ。1リットル、1リットルなのよ。これはいいね。あ、これは当たりだね。ね、福袋系やらない今後、うん、見つけたら買っとくる。感覚的にゲームの福袋やりたいんだよね。ゲームのね、いや、保育所だね、やっぱり。芸人の藤田さんがさ、あなたが見てるね。そう、あの人の福袋面白いんだよ、見てて。でもまあファミコンだから分かんないんだけど、何がいいか何が悪いかっていうのが、だけどちょっと見てると興奮するからさ、今後ちょっと福袋関係見つけたらちょっとさ、買えたら買って、まあお財布と相談しつつみたいなね、うん、ちょっとやってみよう。こ、これはやろう。51回いろんなとこでやってるよ。平成から令和になる。そうだね。での福袋っていう、ほら、よくあるじゃん、うつ袋とか。す、だからやるとしてもやっぱ我々関係のあるゲームね。うん、今回はお試しで、とりあえずはね、やってみましたけどね。やっぱでも写真でいいか。もう写真もいい。写真もいらない。口だけでいい。ラジオだもん。ゲームに関してはね、あれかもしれない。だってさ、
あの有名なラジオとかね、普通にオールナイトニッポンでやってるやつだってね、そうだね、口で伝えなきゃいけないけど、ほぼ行動で伝えてるよね。こうとかさ、普通に言うからどうって言うからね。そうだよ、こっちの声もどうになるよ。こういうのが多いから、この処理はありがたいわ。ありがたい、うん、さあ、ということで福袋、はい、終了。いや、面白かったね、これね。いや、買って正解だった。あ、これ面白いわ、福袋。しかもこれ手突っ込むときさ、ホッチキスで止められてるもんだからさ、ちょっとチクチクするのね。痛いと思う、うん、いや、しかもあれだよ、福袋を上のさ、あのゴミ箱にぶち込んどいていいよ。あの、これさ、ポイントとか貯まってれば無料でやっぱ買えちゃうからさ、うん、今回一応端数分だけ俺ポイントで出したのよ。110、123円。そう、他のやつも買ったからね。そうそう、これゴミ袋にしちゃう。そんなゴミ袋いるか。いらないよ。で、福袋っつって、あのゴミ捨て場にポッと置いて、あ、なんだろう。おめえの中ではゴミかもしれねえが、俺たちの中では福袋だ。お前の中ではな、欲しいものにくれてやるよって言って、ゴミでのね、ゴミで十分だろと。さあ、はい、今回51回目、はい、企画の一つ、あっさりだけど福袋終了。この後は普通にフリートークしましょう。はい、いつも通りです。ちょっとゴミ取って、ゴミ箱、ウェットティッシュ、テーブル拭きたい、ね、じゃああとはフリートークしまーす。やばい、フリートークがさ、毎回思うんだよ、自由の概念がちげえ。ほんとあの1週間のうち何の話をするかっていうのがいいんだけど ね。だから今週なんか皆さんありました？結果報告というか、なんというか、まあ仕事が大変だったっていうのもあったけど、まあでもゴールデンウィーク、まあまあまあ皆さんゴールデンウィークに入りました、ね、そうですよ、ゴールデンウィークですよ皆さん。なんか行ったどっか行ってない。行ってないね。行ってない。見ました、一応ね、メイコが帰ってきてね。そうね、帰ってきたね。うん、みんなで遊んだりとかしてたね。なんかはいはい、お母さんとめいっ子の2人で行ったらしいの、このアイスパクっていう、アイパク、アイスパク、アイスクリーム万博 in 銀座三越。ザギン、アイス好きの、楽園空間、100種類以上のアイスが登場だって。わ、結構な量があるじゃない。それ5月の6日まで、あと2日間あるね。おお、まだこれ投稿した時にはもう終わってる。終わってるね。終わっちゃってるけどね、うん、あ、聞いた、何を頼んだかって。あ、聞いた聞いた。お母さんはね、高いやつがあるから、うん、あ、そうな、それ頼むかなと思って覚悟してたんだって。そしたらね、姪っ子が頼んだやつがね、80円だね。そう、やえ、昔ながらみたいなさ、うん、その昔のアイスコーナーにある、これがいいっつって、これね、このね、これエルフ、どれどれ、双葉、あ、で、エルコーンってやつ。あー、これを頼んだ。コンビニでたまに売ってるやつな。あと、割と駄菓子屋の冷凍庫に入っとるやつな。これでいいのって言ったら、これがいいっつって、うん、あと一番懐かしいこのメロンボール ね、これよくあるやつね。これさ、前寿司食いに行った時の回転寿司でさ、食べたよね。あの、すごい爆笑した、あれ食う時。メロン来たぞ、メロンか。あのね、伝わらないかもしれないけどね、なんかね、すごい面白かったの、回転寿司。あれだけがさ、さーって、さーって、あれがね、皿の上にね、スプーンも添えられてくるんだよ。腹がね、よじれるぐらい面白かった。面白いね、止まるときにスプーンがね、ズンってずれんのね。これね、あの、実演ってのがね、書いてあるんだよね。アイス一から作るのかい？そう、あの、見せるやつ。あの、今の有名なやつだとさ、うん、ロール型のアイス。あの、はいはいはい、こう、カーって削るやつね。あの、広めて、そして、こう、コロ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 、ガラガラって、あの、ロールにして、アイスにして作るとか。ありますね。これ結構作るの簡単だよ。レバーとかいっぱいあるんですよ。なんかね、それに行ったらしくてね、すごく美味しかったらしい。いいね、面白いね、そういうのね。やっぱりね、こうゴールデンウィークってやっぱりいろんなイベントやってるわけだからね、うん、うちのだってさ、あの近く祭りやってるしね。やってる ね、 そうね、明日まで、明日までやってるからね。明日は行く予定ですね。明日行く予定ですね。辛いのを求めに、ケバブね。俺は射的を求めにね。俺は眺めるわ。射的なんて言っちゃダメだよ、おもりめっちゃ入ってるんだから。言っとんね。だって、あれだよ、知り合いってか年上だけど、うん、棒引っ張るやつでさ、あのバッて引っ張ったらプレフォーが、プレフォーがガッて上がって、うん、おめでとうございます、はいって渡されて、開けてみたら、あの4万いくら分の鉛筆、え、何それ、が入ってた。4万いくら分、そう、プレフォー分の値段の鉛筆の量、うん、だったらプレフォーにするよ。で、これで、え、これプレフォーじゃないんですか
って聞いたらプレフォーと同じ値段のあの鉛筆が入ってますよ。それって詐欺でしょ。詐欺だよね。詐欺になるよね。完璧詐欺だよね。それが詐欺だね。だってまあ確かに中身これ入ってるとは限らないみたいなことを言おうと思うんだろうけどさ、うん、でもそれ何も言ってないよね、うん、プレフォーはありませんとか注意事項がないからね。そうだって、いやよく逆にね、それパンパンに鉛筆入れられたなって思うよ、うん、どうせ家にあったやつでしょ。だって短いやつもあったって言ってたから、うん、使えたのかよ。したらもうそれにしたんだったらもう1円の価値もねえよ。1回使ったらもう絶対1円の価値もない。使用済みの鉛筆とか誰が欲しいか。あとは射的でなんだ、まあ重りが入ってんだよ、うん、で友達が奇跡的に弾こうったらバーンって落ちて、落ちた時の衝撃でテントの片っぽがバーンって、そんな重たいものがガンって、そう絶対落ちないようになってるんだけど、みんながこう打って打って打ってパンって打って当たって落ちたのよ。でそれでプレフォーかな、えスイッチか、スイッチの箱が落ちてやったーってやったらスイッチないって言われた。なんだそりゃ、最初からねえよって、うん、あらやだね、商品はないよって、商品ないよ、じゃあ何くれんだよって話だ ね。じゃあ4万5万ぐらいね、うん、よこせよって話ですよ。だからね、よくそのまああのあったじゃん、そのさあの某優秀だよね、開けてさ9時本当にもらえるのかみたいなやつやってる人いたじゃん、うん、いたね。まあ確かにあやっぱないんだっていうのは分かるけどさ、うん、そのなんだろうね、結局やってることは変わんないなって思うんだよね、前、うん、のも、うん、だからやり方が良くないと思うけどね。だ完全にさ、こいつらは悪いやつだから俺たちが成敗するみたいな感じでやってたじゃん、うん、でもやってることって営業妨害じゃん、まあね、結局どっちみち警察にお世話なのどっちもっていうね。この中に入ってますかって聞いたら、いや分かりませんって、後ろにもめっちゃあるんだよね、袋に 何袋も後ろにあって一袋に何千枚も入ってるっていう。そう、いや当たらないじゃんそれって、ほぼ当たんないから、ね、だからそうなんだよね、子供の夢をねいいように使って潰してるわけだから。まあね、だからもともとそんなの置かなきゃいいんだよね、うん、まあでも置かないと目玉商品がねえからって釣れないのは分かるけど、うん、まあでも心痛まないんだろうねそういう人たちはね。心がないんじゃない、もともとあんまお金なくてよかったねと思う、うん、別にこれ引いてもなっていうのは分かってるけど、そのドキドキ感を楽しむためにこっちは金払うわけだから、ね、だからお祭り行ったら飯を食えっていうのはね、飯も高いけど、そうでも飯だけ食ってれば満足できるから、ね、家で食うのとやっぱ外でそういうの食うのじゃちょっとね、だからね俺ね違う、ま、じゃあここから幸せな話、飯の話をしよう。お祭りのね好きな、屋台の料理、はい、俺1位が焼きそばなのよ。な絶対焼きそばなの、それの理由がね、普段家で作る焼きそばとかカップラーメンとかであるあの焼きそばとかとは違う味がする、ね、はい、でなんて言ったって俺が本当に一番好きなのは、あれはキャベツか、あキャベツね、キャベツと一緒に食うのがうまい、うん、あと唯一あれで紅生姜が食える。そうだね、ああそうね、唯一なんか紅生姜がうまく感じる、そうそうそう、うまく感じる。俺は1位が焼きそば。じゃああれなんだろうな、俺結構地元のね方なんだけど、うん、唐揚げ、唐揚げ、唐揚げ、ね、唐揚げって書いてるお店、本当に唐揚げがね、うちの祭りのとこでね出てんのよ、何軒か。すごいね、どこ一個一個がね結構のデカさでさ、うん、入ってて、うん、よ1個100円か計算とかそこら辺なんだけど結構高いのね、6個で600円とか、まあ、それぐらいだった気がするけど、まあ、結構ね味もいいしね、でついでにそこのビールとかも一緒に販売してくれてたから、あこれいいわって思って食って飲んで、あ恐ろしいね、いいね、あこれは相性が素晴らしいと思って飲んでたと。なんか最近になってってわけじゃないけど、うん、目についてるよね唐揚げっていう、うん、唐揚げはやっぱね、なんか実際にうまいんだよね、すごくうまいの、ちょっと甘めではある、そうそう、でちょっと味濃いめだしさ、うん、確かに夏だけ、夏、まあ、地元は夏場の祭りだから、まあ、8月とかなんでね、やっぱ塩分が取れる、あそうね、でそれでお酒好きの人に関してはもうグイッといっちゃうからね、そうね、濃いめの味付けでお酒飲みたくなるからね、うわっ、でしかもねちょっと離れればねコンビニあるから、そっちの方がコンビニでね買った酒の方が安いからさ、まあ確かにね、コンビニで酒買って買って一番頭のいいやつ、そうそう、でおつまみだけ向こうでやってね、いいね。じゃあハウさんは王道で言うとね、やっぱりねフランクフルトが好きかな、あのガッツってこう食える感じ、肉感がね、肉感が半端なく好きだからね、フランクフルトはありだよね、あり、うん、普通のコンビニと比べて普通に長い、でかいんだよね、そう太くて長い、太くて長い、食べ応えがある、食べ応えがある、本当に立派な男みたいな感じでね、
バン我慢したのに俺我慢できなかったで、うちの近くのところで好きなのはやっぱケバブ。いや行っちゃいけないケバブだね。激辛のケバブが置いてあるわけで、あれがもう美味しくてね。あのケバブね、あの、ね、本当にそのケバブ屋さんの人がわざわざ来て屋台でやってで、辛さが5ぐらいまであるんだよね。そうでもうマックス、マックスでも俺は辛くない。で、歯は歯ってか、あれはおやしです。おやしです。どうなった詰め物すれば大丈夫。もうでも大体治ってきてる。上はもう大丈夫かな。下は下まだ空いてる。ちょっと痛い。いや痛みはねほぼない。あ、じゃあもう飯は食えるんだ、ね。でも俺辛いのもう食える。来た帰ってきた箱さん。リ帰ってきた箱さんリターンズ。で俺二回帰ってきた。帰ってきた箱さんリターンズ。帰ってきた。行っちゃったじゃん。リターンズ。帰ってこいって。じゃあケバブ。ケバブかなやっぱり。で俺ね小学校の頃かな。の頃のお祭りの思い出があって。お。あの射的屋さんじゃないや。肩抜き。うん、やったことない。肩抜き屋さんがあって、でそれで女の人が一人やってたんだけど、こう見てて、そしたらやるって言われて、うん、あの手伝いの方ね、うん、でやって絶対にチョキは出さないって。グーかパー出してればほぼ負けないからって言われて、グーかパー出して本当だ負けないって思って、でその女の人が試しにチョキ出してみてってチョキ出したら負けたの。そう、まあそういうのがあって、でそれで手伝いしてて、ちょっと買い物行ってくるねって言って、俺が一人で、で愛子だから1枚で買ったからじゃあ2枚ねみたいな、愛子と負けが1枚だからね。でそれやってて、そしたら戻ってきて、はいこれっつって、あの焼きそばとあとフランクフルトとおごってもらった。なんか言ってたねそれ、覚えてる俺も。すごいねそれ。それが俺記憶に残って、いい人だった。しかも俺そこの肩抜きで2000円儲けてるからね。肩ちゃんと肩成功したの。肩抜いて成功してできましたっつったらやるね2000円もらった。800円ぐらい成功したことある。一番高いのは1万円ね。俺でもね一時期ね人混みが本当に嫌いに行かなかったね。うん、そうだね。祭りは俺そしたら1位、あでも1位からだけど2位はあれだな、佐世保バーガーだな。あああれはうまかった。あれはうまいんだよね。あそこそあれでも鮎の塩焼きとか持ってるから、ね、あそう鮎の塩焼きすげえうまいんだよ。そうすごいうまいの。あの坂降り切った奥ぐらいのラーメン屋さんがあるんだけど、はいはい、そこの近くにあの売ってるのよ。もう鮎の塩焼きなくなったけどな、あのラーメン屋。そうだな、ネズミが出ると有名なラーメン屋。飯食ってたら あの皿を置くところの台のところにチューッつってチューって通ってその後にゴキブリがチューって通るの。うんチューゴキパーンゴキ消せチュー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 パーン。いやそういうとこありましたな。まあね、まあ、いい思い出だね。お祭りの思い出はね、まあ、いい思い出もあれば悪い思い出もあ。鮎の塩焼きすごい美味しいんだけど、あの店員さんの女の人がすごいなんか生意気でね、ちょっとねそこだけだよね。さあということでね、お祭りのやっぱりこのゴールデンウィーク、うん、まあ、まあ聞いてる人はね、あの5月の、ね、後半の頃、後半なんですよ、ね。しかも今後どんどんお祭り出てくるからね、またね。そうね、夏に向けてまたバンバン増えてきますしね。秋もなんだかんだであるから。なぜかしらうちらの家の近くのお祭りは早い。そう、あの夏にもうちょいで行こうかなぐらいに出るから、たまーにめっちゃ寒い時あるの。むしろさ、もうそろそろ梅雨来るかなっていうところにさバーン出るからさ、気早いね。あのそういうのが多い。だから今後ちょっと福袋を見つけして福袋で遊びましょうって、みんななんか別にいろんなところで福袋買ってきてさ、ちょこれ買ってきたからこれやろうぜ、え俺もこれ買ってきたよ、俺も全員同じだ、わーまあやりたいよね。で今後あのゲーム関係の福袋代わりして買えたら買う、まあ、個人的に欲しい福袋でも俺多分買ってくるでしょ、来ると思う。ちょっとそれは頼むわ。あとはまあフリードフだね。あと福袋できれば3つとか2つとかね、なんか見比べたいよね、同じのが入ってるのか入ってないのか。多分100ロのやつは同じだね。100ロのやつは同じだと思う。もしくはお菓子がちょっと違うくらい、うんうん、かもしれないし、ね、うん、まあということで、はいはい、今回の51回目は、はい、まあこの程度でございますが、またね、はい、次回はあのコメントが来てコメントを返すし、はい、〇〇があれば〇〇やっていきたいと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。でちょっとね、あの投稿のね内容変えくるかもしれないっていうことをね、ちょっとまあ5月中じゃなくて6月7月中どっかで変えるかもしれない。まあ5月以降ね、そうそう、ちょっと変えるのが、はい、もしかしたらもしかしたらだけど月曜日は PSO の、はい、で火曜日をお休みにして、で水曜日をホラーにする。
はい、で木曜日お休みにして金曜日にハコさんのゲームの投稿、はい、で、うん、土曜日は、ミキのテイルズに変えて、で、日曜日の方をラジオにしていこうかなと思うんで、もしかしたらあのあれアンジュ紹介のやつ、うん、あれもまた変わるかもしれないんでね、ぜひあのいつも見てくださってる方もね、ぜひあのそれを覚えてくれればね、はい、ありがとう、ありがたいですね、まあ、まだねそんなすぐ変わるわけじゃないんでね、気長によろしくお願いします、はい、ということで今回はここで終了、リフテンと箱さんとミキでした、お疲れ様でした。